ボドム湖は、フィンランドのヘルシンキ近郊、エスポー市にある湖である。長さ約3キロメートル、幅約1キロメートル、面積約3平方キロメートル。ボドム湖は、首都圏から近い立地や自然美から、行楽地として人気があり、南西の湖岸のオイッター地区では、湖水浴や、キャンプなどのアウトドアを楽しむことができる。またウォータースライダーや、 ビーチバレー場などの施設もあり、マイカには多くの観光客が訪れる。レストランとサウナ施設もあり、冬には氷に穴を開けて泳ぐアイススイミングを楽しむこともできる。また、ルークシオ国立公園とエスポー中央公園への遊歩道もある。ボドム湖は1960年6月4日にボドム湖殺人事件が起こった地としても知られている。 キャンプのテントで就寝中だった10代の男女4人組が何者かに襲われ、1人は逃げ延びたものの3人は斬殺された。2005年6月に唯一の生存者であるニルス・グスタフッソンが友人たちの殺害容疑で起訴されたが、2005年10月7日、司法裁判所は彼に無罪判決を出した。その真相はいまだ謎である。フィンランドのメタルバンド、 チルドレンオブボドムは、その名を、ボドム湖、そしてこの地で起きた、殺人事件からとっている。ありがとうございます。